アン APG-65 はアメリカ合衆国のヒューズ社が開発したレーダー。本機はノースロップ社とマクドネルダグラス社が開発した FA-18 ホーネット戦闘爆撃機に搭載するために開発された。FA-18 の原型機であるノースロップ u 1 7は 軽量の昼間戦闘機であり、これをアメリカ海軍の要求に沿う戦闘爆撃機として完成させるためには、高性能の火器完成レーダーの搭載が必須であった。案 APG-65 は、その要請に従って1970年代後半より開発開始され、1983年から収益し始めた。先行してアメリカ空軍が整備していた。 F-16 の搭載レーダーであるアン、APG-66 は F-16 の鋭く尖った機種に収容できることを重視して小型に設計されており優れた性能を備えてはいたものの収益当初はレーダー誘導の中距離空対空ミサイルを運用する能力は与えられていなかった。これに対し海軍は AIM-7 スパローの運用能力を 要求しており、開発にあたっては、これを実現することが重要であった。また、8目標を同時追尾する能力を持ち、これは F-15 に搭載された初期の案、APG-63 にはなかった能力であり、後に技術移転された。レーダー方式は、パルスドップラーレーダーである。信頼性は、極めて高く、平均故障間隔は100時間以上とされている。 また、整備性を高めるために、列船交換ユニットが導入されており、5つのユニットを含んでいる。改良型。XM 能力強化、全天候攻撃能力改善、探知距離延長などが図られている。ラグは、レーダーアップグレードの略。合成開口レーダー技術とハードウェア、ソフトウェアの改良により、偵察能力を付加したもの。アメリカ海兵隊の AV-8B。 ハリアー2プラス攻撃機に搭載されたモデル。AV-8B は海兵隊が従来から運用してきた AV-8B の全天候戦闘能力と防空能力を強化したもので a p g 6 5にはその回収の最重点と言えるものである。FA-18 が搭載していたモデルよりも小さなアンテナを備えている以外は ほぼ同等の性能を有しており、AIM-120 の運用も可能である。ドイツ空軍の f 4 f がアイス回収を受けた際に搭載したモデル。後に、ギリシャ空軍の F-4E にも搭載された。アン、APG-65 の大幅な改良型でアン、APG-70 及びアン、APG-71 レーダーからの技術フィードバックを行っている。 APG-73 は APG-65 と同じアンテナと進行破間トランスミッターを使用するが、レーダーデータプロセッサ、電源、受信機、冷信機は新しくなっている。これにより、帯域幅及び周波数の俊敏性が向上し、アナログ、デジタルサンプリングレートも高くなっている。また、複数のゲートアレイを含むマルチチップモジュールを使用することにより、 シグナルプロセッサのスループットは 7.2Maps から 60Maps に向上した。これらの改善により APG-73 は良い解像度を実現し、新しいナビゲーション、グランドマップモードが追加され、イクセム能力も強化された。電源はソリッドステート化され、より良い電力変換を実現し、信頼性が大幅に向上した。また、プログラム可能。 デジタルシグナルプロセッサの組み込みにより、埋め込まれたソースコードやハードウェアなどの変更なしに、ソフトウェアのプログラム変更のみで迅速活定コストにシステムのカスタマイズが可能となった。既存の FA-18 のほか、FA-18 を全面的に改め設計した発展型である FA-18E、F スーパーホーネットにも搭載されている。 1996年10月にフェーズ I の全規模生産が承認された APG-65 レーダーからのアップグレード型。第一段階ではレーダーの処理速度とメモリが増加し受信感度が向上。空対空検出範囲が拡大し、イクセム機能が向上している。小型の完成工法、センサー、ストレッチジェネレーターモジュール、特別なテスト機器系装。 偵察モジュールが追加された。これにより合成開口レーダーモードが追加され、また F-15E や U-2 と同等の高解像度グラウンドマッピング能力を得たとされている。1997年に海兵隊の F-A-18D に導入され、1999年に標準となった。アン APG-73 をベースにアンテナを アクティブフェーズドアレイ型に変更したもの。F、A-18E、F ブロック2や EA-18G に搭載されている。旧称は、ア n APG-73 ルギー。ありがとうございます。